これね、まあ10倍そば湯がいて、ちょっと湯がき足りへんけど、まあこうやってそばつゆじゃなくてそば湯が出てくるでしょ。そば湯とそばつゆは違うんだよ。まあこんな袋10割そばとか言ってね、これあのとわけ、なんだっけもうやめとく、この逆とわけあきよじゃなくて、なんだっけ、また間違えたじゃないから、そんなふうに思うんじゃないからね。これわんこそばのね、まあいいや、この後こいたらあかんからね、ブワーやからなんよ。で結局そうですね、お味噌なんですけど、お味噌みんな持ってるでしょ。うちは今日はこの八百津のこの辺の近くのおかず味噌っていうのを入れてみるからね。でその入れたのがここにあります、ね、一瞬でしょ。ちょっと暗いから、こうやってね、古民家なりに、ね、電気つけるわけですよ。まぶしいでしょ？で、こうやって、混ざってるでしょ？なんかあれみたいでしょ？まあいいとして、こうやって簡単に作れるでしょ？ね、今混ぜてるところ。まあ、ちょっと混ぜたけど。じゃあドロドロでしょ？そば湯も相まって、あれみたいな色になるでしょ？これが、本当に素朴なお味噌やからね、簡単でしょ、やたら簡単。ちょっと十割そばはね、湯がくのに時間かかるだけで、湯がいてね、しつこく火かけんといて、途中でもう火止めてほっとくね、そんな冷めへんし、まあ、こうやって食べると冷め、ある程度冷めてた方がいいし。でこれ今何トッピングするかご主人どうぞ。これはうちの和風カレー、和風カレーのもと、もうからし中心で、和からしというよりかはマスタードですけど、まあ和風のからしになってる。何でもいいよ、その岩塩出してもいいし、いろんないろんな、もうこの海の水出してもいいしね、別にいいんだよ自分で自己責任、ね、うちこっちは客席ちゃうから、こんなん触らないしね、お客さんね、よいしょよいしょ、すごい危ないからね、何かとすごい危ないでしょ、なんかだからね、美味しいから、じゃあ食べてみるとこ見たいでしょ。飯テロっていうのは結局ね、食べてるシーンがないから、テロに感じる。実際これ食べてみせたら、テロに感じますか？感じないでしょ？食べるシーンないから飯テロって言ってるのね、ほんとは。でも、食べてる方がテロやんかって。思うやろ？表現に溺れるな。な。ベストキッドみたいやろ？知らん？親戚やね、あの男の子の実は結構こっちの親戚多いよ。むしろ諸外国全般の方が多いかもね。日本はね、藤原の方の親戚が多いからね。こんな感じでペロリズムじゃなくてペロリズム、飯ペロ、なんかこういうその食べるシーンあるやつは飯ペロって言わずに飯ペロって呼んでね、表現に溺れるね。分かりきったでしょ、分かりきったというかね。